さあ今回のライブも残すところあと2バンドとなりました。まずは6世の重厚なハーモニーで会場全体を包み込むプライムタイム。そして最後に登場するのはアカペラならではの楽しさを4世で表現するラノーチェです。最後まで目が離せませんね。それではプライムタイムの登場です。プライムタイムでございます。こんばんは。はい、ね、我々6世で、はい、今世の6世でね、ジングスシンガーズという、まあ、合唱に近いようなね、アカペラを、やっております。はい、で早速、1曲目の曲紹介したいんですけども、1曲目はレバイレロという曲で、フランス語なんですよね。はい、そうです。はい、ですよね。はい、曲紹介をちょっとお願いいたします。はい、はい、まずフランス語で、まずレバイレロという言葉がよく出てきたと思いますが、これは羊飼いの歌という意味です。あるところに羊と羊飼いがおりまして、羊が羊飼いに一緒に歌を歌わないかと語りかけます。まあそれで、まあ、今は忙しいんだとか、まあ、いろいろ会話を交わしまして、で最終的に羊飼いと羊飼い一緒に歌おうという風になりまして、まあ最終的に共に歌う、そんな牧歌的な話になっております。ご丁寧にありがとうございます。ということでね、1曲目はね、そんななんかこうふわっとした感じなんですよ。はい、1曲目はフランス語ということでしたけども、2曲目は今度はイングランドのね、
ロックスタービートルズのカバーをですね、やりたいと思います。それではお聴きください。ミッション。